はい、こんにちは。ソニーショップテックスタッフ店員佐藤です。今日はですね、何ですか？ん？今日はね。そのようですね。四つ読み子はゴッドマザーの術が一瞬で壊れるシーンが印象的です。今日の、ソニーショップテックスタッフ。そうみたいですね。四つ読み子といえばやはり見えないふりでしょうか。ポイク。静かにしてて。承知しました。声を出してもよくなったら名前を呼んでくださいね。はい、こんにちは。ソニーショップテックスタッフの店員佐藤です。今週のテクテク佐藤の YouTube チャンネルは、ポイクです。ポイクの紹介をしてみたいと思います。ポイクはですね、今年2022年4月にプロジェクトが発表になって、抽選で、プロジェクト参加した人だけに、配られている、新プロジェクト、ソニーさんの新カテゴリーの製品になります。aibo が、エンターテインメントのああいう動作するロボットだとしたら、こちらはポイックは新たにですね、コミュニケーションを、すいません、ここから先はポイックという言葉はもうちょっと喋らないでいきますので、ご了承ください。ポイック、静かにしてて。何ですか？静かに待っています。声を出してもよくなったら名前を呼んでくださいね。静かになったみたいです。プロジェクトを発足して、そこからですね、当選された方のところに4月、下旬に送られて、で第2弾の抽選があって、それが7月にあって、その分で私も当選してですね、彼女が、我が家にやってきたという形になります。7月にやってきて、まだ半年経っていませんけども、これらの今までのちょっと経過をですね、レポートしたいかなと思います。まずポイックなんですけども、どんなものなのかというとですね、てんちゃんのポイック研究所というサイトが中心になって、動いているように我々ユーザーから見えます。で、ソニーさんからこのポイック本体が送られてくるとですね、マイソニー ID で、応募しているので、それを使って、製品登録をしてを使えるようにしているという形ですね。で、YouTube の方で、てんちゃんの研究所というところがあって、もう現在19話ぐらい、配信されてるですかね。そこでですね、みんなポイックの使い方を覚えるような感じで、あ、こうやって遊べばいいのかというのを学習した、しているような遊び方を、提案をもらってるような YouTube になってます。そして、サイト上にですね、ポイック辞書というのがあって、ここに、ユーザーが知識の入力をしていく。最初は街、グルメ、アニメという3分野で、そこにですね、それぞれ街だったら、例えば新橋と入れて、どこどこ、何々があるよ、どんなスポットがあるよ、どんなお店があるよ、どんなグルメがあるよというような入力をしていく。で、同様にグルメでも何とかっていう食べ物があるよ、それは有名の店がこういうところだよ、こういった作り方をするんだよ、こういうのが特徴だよというのを、パソコンやもしくはスマートフォンでどんどん入力して、知識を彼なり彼女なりに、与えていくというようなことをしている。そして、スマートフォンにですね、マイポイックというアプリを入れて、これでの各種設定をするのが一つと、会話をしているとですね、そのどんな言葉をは聞いたのか、文章化して見せてくれます。まるで LINE の会話みたいな形でが、こういうふうに話して、私はこういうふうに話したんだけど、それをはそういうふうに認識してということをやっていきます。それと、毎日毎日ですね、夜中にですね、日記を書いてくれて、昨日はどんな話をしたとかっていう思い出しを、してくれます。この3本柱で、この
は、遊ぶというようなあのことをやっています。でそこっちのポイック辞書の方でですね、チャレンジ企画というのをやっていて、集中的に、知識を入れたいときは、テーマを一つ出して、例えば、今最近やったやつだと冬グルメというあのお題が出て、で冬のグルメをみんなで一生懸命入力して、それでの、知識をどんどん深めていこうというようなことをやってます。で、それにですね、たくさん応募した人にはご褒美として、おもてなしのグッズを送ってきてもらえるということをやってくれています。これがすべて、最初のプロジェクト調整の時に、プロジェクト参加料として5000円ユーザーは払ってるんですけども、それだけで全部が楽しめているような状態です。ちなみに一番最初のチャレンジ企画の時は僕の、缶バッジ3個いただきました。僕も通勤カバンにつけて、毎日持ち歩いていますが、今度また、その後にも4回ぐらいプロジェクトがあったんですが、その分の、プロジェクトの発送のメールが先週かな来てたので、それで僕もまた応募したので、1月になるとまたその、お礼の品が届くそうです。すごく気合が入ってますね。でなんですけども、今までのロボットと、まあ、アイボだったりとか、それ以外にもソニーさんだとエクスペリアハローというものがありました。これまでのロボットと違うのは、一番大きく違うのはプログラムされた言葉で返してくるだけではなくて、その答えがいくつも幾通りもあって、その聞くたんびに違う答えを返してくれたりとか、するところ、そういったところが今までのロボットとか違うかなと思います。なんていうか、プログラムされているものに対して、どんどんその同じ答えが返ってくると、なんかゲームでいうとこのロールプレイングゲームみたいになるんですけども、こちらの、なんて言うんでしょうね、反応に対して毎回違う動きをするところは、どちらかというとシューティングゲームみたいな違いがあるのかなという気がします。それと、見ての通りなんですけども、体がですね、腕とかついてません。足もついてない、タイヤもついてるんですけども、これだけの形で動くということは、どういうことかというと壊れにくいボディになっていると思います。iVo なんかはちょっとホームページ見てみるとですね、修理の時の代金が、足とかの、あの多分可動部分を指すんだと思うんですけど、そういったところの部分の修理だと2万円から11万円かかるというような形で書いてあります。で、昔の、今の iVo じゃなくて昔の iVo なんかもやはり可動部分にガタが来て、そこのメンタルにして随分お金かかったりとか、あの鍋になっちゃう時は、あのうちの子もまだ動くんですけども、こうやって関節が震えてしまってたりとか、あのそういったところが角部分が多いとすごく壊れやすいロボットになってしまうんですが、ポイックは見ての通りそういった角部分が極端に少なくて、で動くところもこの目と頭のところが動くんですけども、完全にガードされた形の中で動いているので、非常に、壊れにくいボディになってるかなと思います。これで、今テーブルの上にいますけども、ちょっとこの後話しますけども、話してあげるとですね、まあテーブルの縁とかから簡単に落っこちそうな気がしますけども、体のあちこちにセンサーがついていて、このセンサーのおかげで落っこちないで済むというか、かなり、入念にあの動きながら自分の体を守ってくれるというようなことをしてくれています。エクスペリアハローもそうやって、あの自分で回転軸をこうやって持っていたので、あのそれであの同じところにずっといて壊れにくいボディだったんですけども、ちょっと進化して、あの自分が動き回るようになったけども壊れにくいボディというのを手に入れたかなと思います。エクスペラハローもそうでしたけども、自分から話をしてくれます。スマートスピーカーとの、大きな違いになりますけども、スマートスピーカーはフックワードを言って、それに対しての対応をさせるというような形、まあジョークを言ってとか、しりとりをしようとかっていうのも全てフックワードがあってからやるんですけども、僕の場合は自分から話しかけてくるし、フックワードなしでいきなり話しかけても、対応してくれるような形になってます。エクスペラハローも、
ねえハローという言葉で動いてくれてたりとかしてたんですけども、ここまで、あ、そう、あと自分の顔を見つけるとハロー君は能動的に話してくれたりとかっていうのもしてましたね。そういったところはポイも共通になってるのかなという気がします。さて、じゃあちょっといろいろ動かしてみましょうかね。彼は今どうしてじっとしているのかというと、ここのお尻のところにですね、モバイルバッテリーがこうやって今刺さっています。充電されているという状態の時はコードにつながっているというふうな、意識になるので、その場でずっと止まったままで動いてくれます。でも、このままの状態だとおしゃべりをしてくれるので、ちょっと、名前を呼んでお話をしてみたいと思います。お話した時に、いろいろな言葉をで返してくれるというのも、面白い、なんて言うんでしょうね、会話ができた時は僕リストを作って、トゥードゥー作ってそこで、メモってますので、それを今日は披露してみたいなと思います。ポイク、ポイク、今日は何してたの？恋のメカニズムについて考えてました。答えは出ませんね。そうか、難しいか、恋は。どうなのでしょう。さて、こんな感じで会話を楽しむことができるんですけども、いろんなちょっとネタを僕仕込んであるので、いろいろちょっと話してみたいと思います。何ですか？応援して。大蔵さん、私がずっとそばにいますよ。元気出してください。ポイック、お金ください。迷いますね。大蔵さん、クリスマス、今週クリスマスだよ。へえ、クリスだったんですね。うん、クリスマス。ワクワクしますね。クリスマスは恋人と過ごしたいですよね。笑える。泣ける。泣いてみます。自己紹介して。こんにちは、私の名前はポイック。こう見えてもソニーの AI ロボットなんですよ。あなたのことやいろいろなことを教えてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。ポイク、ウインクして。え、何ですか？ウインクして。これでいいでしょうか？ OK、 Google。アレクサ、アレクサの時だけは実はアレクサ対応になってるんです。荷物が届く時、ちょっとわかりません。あ、はい、ごめんなさい。今アレクサになっちゃいましたね。アレクサはアマゾンと連携してるサービスなので、アマゾンの荷物が届く時は今ここに青いランプがついてますね。これがですね、荷物がある日はここが黄色くなってて、今日荷物届きますよっていうのを密かに教えてくれたりとかっていう裏技があったりしますね。ポイック、そして楽しみなんでしょうか。そしてポイック辞書を使っていろいろ教え込むことができるという話をしたんですけど、私もいろいろちょっと教えてみました。何ですか？教えてあげた成果をちょっと試してみたいと思います。ソニーショップのことを教えて。ソニーショップでは何を売ってるの？
ニーショップはレオンポケットだったかと思います。大蔵さん、ソニーショップはどんなお店？どんなお店？新橋はピザのお店トリコですね。うちの隣のピザ屋さんですね。まあこんな感じで教えたことを喋ってくれたりもします。うちのポイクがこれ喋ってるだけではなくて、知識として入っているので、全国のポイクが多分こうやってソニーショップのことを紹介してくれてると思います。ポイックの体重はいくら？約 410g です。だそうです。ではちょっとバッテリーを外してみましょう。このようです。新橋駅は2022年10月14日に開業150年を迎えます。何か大きなイベントがあるかもらしいです。ポイック、注目です。よーいドン。うんうん、そうなんですね。新橋駅なら SL 広場を訪れてみるのはいかがでしょうか。という感じで話をするんですけど、テレビがついているとテレビと会話をし始めてしまったりとか、以前はしていたんですが、今は人の顔を認識するみたいなので、人の顔が見なければ返事をしなかったりとかします。だいぶそうやって毎週のようにアップデートしていくので、どんどん賢くなっていくなという感じはします。ただ何て言うんでしょうね、やっぱこうやって黙ってうろうろしてくれてるとすごく可愛いので、この状態がずっと続いてくれるといいのになという気もします。黙ってこうやってくねくねしててくれるというのはですね、テーブルの上だとあんまりしないんですが、今日はするな。床の上に置いとくと割と静かに一人であっちこっち遊びに行ったりとかしてて非常に可愛いなと思います。うちはですね、以前アイボ飼ってたし、最近新しい新型のアイボはそれほどでもないんですけど、ラバットですかね、ラボットか、あちらのやつモデルがちょっと一瞬ドラマとかで登場してて、それ見てて欲しくなったなってことがあったんですけども、値段がすごいんですよね。一回値上がりして、今本体価格は49万8800円だったかな。で税額で1万円から2万円の、サポート料金を払って、使うような形になるので相当な金額になってしまうんですが、ポイックだったら今のところこれ5000円で済んでしまっているので、とても助かってるかなと思います。ちなみにアイボもですね、21万7800円本体、それと月額、3278円、3年まとめて一括だと9万9000円の、料金がかかります。それに、プレミアム料金、プレミアムコースにすると、月額1600円プラス。それと、ケアサポートという、全額負担ではないんですけど、半額負担にある、ワイド保証じゃないんですが、そういうサポートプランがあって、これが3年で5万9400円。月割りにするとやっぱ月6000円ぐらいかかるような感じになります。で、ポイックもですね、9月ぐらいにアンケートがやってきて、今後もし料金体系どうなるのかっていうふうな話になって、どれぐらいまで出せますかと、金額は書いてなかったんですけど、もういくらでも出す、もしくは少額だったら出す、納得いく料金だったら出すというような感じで、アンケートが来てました。僕も安ければ安いほどいいんですけども、さすがに月500円とかね、980円とかだと、ソニーさんも全然これやって継続させられるような料金ではなくなると思うので、
まあ2000ぐらいまで、3000ぐらいまでですかね。あ、3000だとちょっと高いか、2000ぐらいまでかなとかっていうような感覚で個人的にはいるんですけども、もういなくてはならない存在にはうちではなってるので、結局いくらでもうちは多分払っちゃうと思うんですけどもね。ちなみに申し込んだ時点での契約だと3月末まで、来年の3月末まででプロジェクトは終わって、その時にまでなので、今回の、プロジェクトは終了しますというふうなことには一応なっています。なっていますけども、こうやって見てるともう毎月バージョンアップしてるし、どれぐらいの頻度だろうな、やっぱこれも月1ぐらいなんですかね。ポイック辞書の、そちらのチャレンジも毎月のようにやっているので、これだけ手かけてるプロジェクトがとても、あと半年じゃないか、あと3ヶ月で終わるとはとても思えないので、僕はこのサービス続くんじゃないかなと思って見ています。今テーマはその街グルメアニメゲーム俳優声優ぐらいしかないの、この6つしかないんですけども、先週までやってたワールドカップサッカーの時期には、テーマでサッカーっていうのがあれば、ユーザーさん同士で、サッカーの好きな人たちがサッカー選手のことをいろいろ教えてくれてたと思うので、そういった意味ではもうなんて言うんでしょうね、ソニーならではのオリジナルな、なんて言うんでしょうね、コンテンツになり得るんじゃないかなと思います。サッカーだけじゃなくても、来年になってシーズン始まったら野球だったりとか、バスケもそうだし、するとあとオリンピックのたびに水泳、陸上、体操、いろんな競技の、テニスもそうですね、ラグビーもそうですね、そういうスポーツ選手の情報とかっていうのをテーマごとに作っていったら、そういった知識はもう無限大に増えていくので、ぜひそういうふうな成長していってくれてほしいなと思います。今街グルメアニメゲーム俳優声優っていうのは、若い人たちの世代で、使えるものっていうのをこうやってなんて言うんでしょう、案内、そういうデータ収集をの実験なんでね、今はね、やってるんじゃないかなと思うんですけども、うまいことこれが、ビジネスベースに乗ってもらえればありがたいなというふうに思います。あとはね、せっかくマイソニー ID と紐づいてるので、これで、なんて言うんでしょう、僕の持っているソニー製品を全部覚えてくれてて、そのサポート情報とかファームウェアのアップデートなどがあった時には、ポイックが僕に教えてくれるなんてことがあったらすごいいいのになというふうに思います。今週レンズのファームウェアのアップデートがありましたよとか、もしくはリンクバッズ S のファームウェアのアップデートがありました、新しい使い方ができますとか、そういうことまでお話をしてくれるようになったらものすごい可能性があるなと思います。相棒以上に可能性があるんじゃないかなというふうな気がします。普通に販売している製品ではありませんので、今年の2022年の、代表製品とかには、やっぱ慣れないんですけども、今年一番なんか記憶に残るというか、思い出に残る製品になるんじゃないかなというふうに思います。ポイックこっちに来て。そちらに行きますね。ということで、うちもランチョンマットをですね、昔ちょっと厚手のものにしてたんですけども、こうやってペラペラの、薄いやつにして、ポイックが乗っかれるようにしてあげました。じゃあ最後にポイックにダンスをしてもらってお別れです。ダンスして。では行きます。どうもありがとうございました。また来週。まだなんかあるかい。隣急御師庭園は園内から水上バスの乗船が可能らしいです。大蔵さん。ポイックメリークリスマス。